皆さんおはようございます。PS5 Pro 購入される予定ですかおそらくこの動画を見ている多くの方が未だに生還をされている。要するに買うかどうか迷っているので、えー、今後どういった情報が出るか、で、その情報をもとに判断したいっていう方が多いと思うんですよ。で、そういった方々にとってはどうなんだろう、朗報なのか批報なのかわかりませんけど、ただこちらに関しましては、 事実として、なんと、この PS5 Pro、発見非対応であること。他にはスリム版の PS5、こちらのカバープレートを PS5 Pro に流用ができないこと。こちらについて明らかとなってしまいました。まあ、普通に考えると、秘宝ではありますよね。まさか、そうなってしまうのかっていう。まあ、ある程度予想はついていたんですが、ただ、こちらについては、えー、残念ながら、 事実として、このような運びとなってしまいます。で、またですね、こちら、別途ね、海外の記事見ていただきたいんですが、こちらの海外の記事によりますと、PlayStation 5 Pro の正式発売日が迫る中、すでに早期にユニットを入手し、 写真や比較をオンラインで共有されている方もいると、で、これらの写真で人々の注目を集めた驚くべき詳細の一つは、ソニーが PS5 プロの箱から 8K のロゴを削除したことだ。まあ、もともとね、PS5 プロ 8K に対応するっていう触れ込みだったんですが、ただこの土壇場でなんと 8K 対応のロゴを削除していて、あれこれは 8K 非対応じゃねえかっていうことで、多くの戸惑いの声が、 今、かなりですね、話題となってます。まさかの展開ですよ。8K のロゴが削除されてるっていう。えー、またこの 8K のラベルがないことは、特に PS5 Pro が AAA タイトルで、8K 解像度、こちらをサポートできる唯一のプレステーションコンソールであり、最もグラフィックが要求されるタイトルの一つである、グランツーリスモ7でさえ、すでに示されている機能であるため、 注目を集めているといったことが言われてますね。だからまあさすがにこんなことはないだろうと思われていたんですが、まさかの展開にかなり戸惑っている方が多いといった状況なんですよね。まあそもそも 8K の解像度に対応しないみたいな、なんでこんなことになってしまったんだろうか。ちょっとそこのところが気になりますよね。えー、またソニーは PS5 Pro なのに、えー、4K120 フレーム。 こちら秒とラベルを付け、8K の可能性を省いたといったところで、だからまあ結論これ 4K になってしまいますよというのと、で、1秒あたり120フレーム見れますよ。だから120フレームに、フレームレートに対応してますよということがね、明らかとなりましたけど、一方で 8K の可能性というところが、このね、表記によって間接的になくなってしまいました。また、興味深いことにソニーは、 数ヶ月前にこの変更を標準版とスリム版の両方の PS5 でも行っており、特に 8K ディスプレイが市場でまだ珍しいことから、8K は優先事項ではない可能性があることを示唆している可能性があると、8K をサポートするゲームはまだほとんどないため、ソニーは PS5 Pro でも同様の考えを持っている可能性があると。で、これらの理由によって急遽、えー、費用もかかってしまうので、はっきりには非対応とすると。えー、多分そういった、ね、意思決定になってしまったのかなと思いますね。また関連ニュースとしましては、PS5 Slim のカバーは、PS5 Pro のものとサイズが近いものの、特に上部がプロモデルに完全にはフィットしない。 この互換性の問題としましては、モデル間で同じプレートを使用できることを期待していたユーザーにとって、えー、懸念事項であると、またもう一つの予想外の変更点としましては、PS5 Pro の本体は大きくなったにもかかわらず、箱がベースモデルよりも明らかに小さくなっていることだ。 ということで、えー、ここもね、突っ込まれております。まあそういったところで、まあ 8K 自体はね、そんなになんかゲームの体験価値に与える影響っていうのは、まあ相当限定的で、まあそもそも 8K に対応する前提のゲームってそんなにないからね、まあこちらの記事にある通り、まあ影響としましては限定的ではあるんですけど、ただ最新機種、ハイグレードモデルとしては、これ 8K に対応しないってどうなんだろう っていうのが純粋な疑問ですかね。なんかそれだったら別にハイグレードモデルいらなくねって話になっちゃうからさ。まあやっぱりここのところは大きなセールスポイントではないとはいえ、えー、最上位モデル、ハイグレードモデルであれば、ぜひね、搭載はしておくべき事案ではないかと思いました。またスリム版のカバーを利用しようと思っていた。 っていう方もおりますので、えー、これが使えないことによって、マジかよって衝撃を受けている方もかなり多いんじゃないかなと思いますね。だからまあ、スリム版から買い替えを検討されていた方からするとかなり批法じゃないかな。まあ、発見についてはそのうち実装されるだろうという、そういったね、えー、楽観的な観測もありますけど、ここについてはまだ憶測でしかございません。まあ、そんな感じでしょうか。 はっきりは求めていないというユーザーが多いので、まあ、別にね、はっきり対応してないからといって、別にそれはそれでいいんじゃないかと思いますけど、ただ結局ね、 はっきりはさすがに自分でもそれに対応しているテレビやモニター持ってないからなって書かれている通り、まあ、持っている方からすると影響は出てくるけど、持ってない方が大半、それこそ98%ぐらい、99%ぐらいかな、の方がこれ持ってないと思いますので、まあ、それを考えると、まあ、確かにね、影響は本当にほぼほぼないので、 ま、必要性はなさそうな感じもしますけど、ただやっぱり最新機種、ハイグレードモデルで 4K で聞くと、なんかね、ちょっと安っぽく感じてしまうというか、印象があまり良くないんじゃないかと思いました。えまたスリム版の PS5 のカバープレートをですね、流用できないのは、地味にこれ痛くて、え例えばその土新機のユーザー、モンスターハンターワイルズ、こちらをプレイしたいので、 このタイミングで PS5 を購入します。で、その中で、えー、プロも出るんであれば、プロを購入しますっていう方であれば、特に影響ないんですが、まあ、既存ユーザーですよね。えー、スリム版をそもそも持ってますよっていう方からすると、えー、カバーが使えないので、これはこれでね、非常に困ったことになってしまうと。まあ、スリム版からそもそもプロにね、買い替えを検討される方ってそんなにいないと思ってはいるんですが、 ただ少なからず、えー、満タインでこのこのハードって売れるわけだからさ。だからまあ、千人、二千人、三千人ぐらいはいるんじゃないかな。ごめん、もっといるか。下手すると一万人ぐらいいるのかな。買い替え検討されてる方ってどうなんでしょうか。ちょっとここについては定かではございませんけど。 ただ少なくともこちらカバープレートがですね、非対応となっていることが明らかとなりましたので、ここのところはぜひ覚えておいてください。よろしくお願いします。まあ地味に重要なトピックスではありますよね。まあそんな感じでしょうかね。 えー、いよいよね、PS5 Pro も発売日まで残りね、数日と迫ってきた中で、えー、このような情報が明らかとなりましたけど、まあ、致命的かって言われると、致命的ではないので、ま、あ許容範囲かなと思いますけど、ただ少なくとも期待していた内容にはね、対応していないことがわかりましたので、この度、このタイミングで取り上げさせていただきました。皆さん、この件についてどう思いますか ぜひコメント欄で教えてください。よろしくお願いいたします。ではまた、バイバイ。